と、どうも、アイチです。どうも、初めてアンドです。どうも、初めてデンガンです。ということで、初めてのコラボなんですけど、今回は、花尾さんとデンガンさんに出てもらっております。よろしくお願いします。よし。夢っていうのはなんか職業とかそういうことになるんですかね。そうですね、多分職業、うん、でもそれってなんかやってみてじゃないと分かんないんで、あ、突然来たりするじゃないですか、そういうのって。うん、で高校生でなんか日々 その部活とかその日々の学校生活の中でそれを見つけるってなかなか難しいと思うんですよ。うん、なんかその、まあ、同じ日々の繰り返しなんで、そこは別に焦らなくてもいいと思うんですよね。うん、でなんかあとやたら学部とかにこだわる人とかいるんですよ。そのなんか工学部か工学部のどこどこでどこどこみたいな。うん、でもその多分夢を叶えるにあたってそこで夢が制限されるっていうことってあんまりないと思うんですよ、僕。うん、そのなんか例えばほんまに専門系やったら、まあ、その学校が第一になるかもしれないですけど、うん、その就職とかに至ってはある程度自分の自由な意思で決められるというか、その学部関係なしに。なんでなんかそこはでも学部とかはなんかこだわらずなんか今好きなことをやればいいんじゃないかって思いますけどね。うーん、でもやっぱり いろいろチャレンジしてみないと。そうね、さまざまな世界を知るっていうのは結構やっぱ重要だと思ってて、それは大事だと思う。やっぱ狭い世界で生きてると、まあ自分はこれになりたいかなって思ったとしてもなんか決めつけちゃうというか。うん、でもなんか意外とこういう世界を知ったら、あ、こういうのもいいなみたいな、うんうん、こういうのもいいなっていうのをいろいろ若いうちに知るっていう経験をすることじゃないかなと思いまして、うん、で それを僕が一番できるのはやっぱ大学生かなって思うので、うん、そうですね、高校生まではなんとなくふんわり将来10年後こういう自分かなぐらいで持ってて別に僕はいいと思ってまして、うん、で大学生になって、まあ、まあ別に何でもいいです、と旅行でもいいですし、うん、なんかいろんな、なんか職場体験とかなんかわかんないですけど、いろいろ何でもいろいろ経験して、うん、やっぱりこういうところで俺は行きたいな、みたいな、うん、を決定していくか、いい大事な期間やと思いますね、大学生っていうのはある意味。わかんないですけど。興味のあるものをいっぱい持っておいてほしいな、みたいな。うん、それはある。俺やったら、でも小学校の時は、初めはやっぱこう、なんかヒーローものが好きみたいな。うん、そっから次宇宙が好きになって、みたいな。うん、で、ビッグバン。ビッグバンに、まあ、帰着してないよ。よかった、俺今言いたかった、ちょっと。だって、あ、ちょっと NASA 行くんや、みたいな。って思った時期。って思った、あって時期あったと。誰しもこれあると思うけど、男子あるある。NASA 行くっていう。で、そっから、まあ、あ、もう、なんか、で、そっからの職業みたいなのを知って、なんか俺な、何調べてたっけな、なんか、技術職にやたら憧れを抱いてた時期あった、高校で。技術っていうものに、響きに、結構響きだけでかっこいいなと思ってて。うん、で、そっから、今度建築に変わって、お一緒にデッサン、京都工芸繊維大学に行こうとしてて、でもそっから物理が好きになったんですよ、はい、学問で。物理やりたいなってなって、はい、まあその物理系 の学科に入ったんですけど、やれることはなんか やってみたいみたいな。うん、で結果今なんか YouTuber になってしまう、しまいましたから。まあなんかこう、興味のあることを、そこでまあいいやで殺さずに、うん、なんかちょっとやってみると、なんか結構広がるなみたいな、うん、案外。YouTube もそうやもんね。YouTube もそうやもん、言ってしまえば。YouTube はやるやるって言って ほんまにやるんかなって見てましたけど、うん、彼のことを、ね。ほんまにやって、はい、ちゃんと編集技術身につけてやって、うん、これは俺いけるというかまあ、おもろいみたいな。なることに気づけたのはやっぱ最初チャレンジしたからっていうのは大きい、ね、とりあえずやってみるみたいなのは大事だと思う。それはでもめっちゃ大事だと思う。とりあえずやってみるっていうめっちゃ大事感じは何でもなんかな。いやほんまそう、めっちゃ大事。ってかそれの積分なんや結局。あ、それの積分はマジである。何回もやっていく、何回もやっていって世の中を知るっていう、うんうん、そしていつか当たるものは何かしらな。これ向いてるかもとか、うん、なる可能性もあります。僕はぜひ言った方がいいと思ってまして、うん、まあ正直親が人生を決めるわけじゃないんで、うん、ある程度の
子供がそれそうになった時に正す役割を親がしてると僕は思ってるんで、その夢を親に相談して議論するっていうのは結構やっぱしないといけないかなと。それを我慢して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 機会を逃すよりは当たって砕けた方がいいんじゃないかなと、将来もあの時言っててよかったんじゃないかなと、10年後思うんじゃないかなと僕は思います。めっちゃ同感です。はい、それが答えでいいですもんなんか言わないでそれがストレスになって言っとけばよかったって思うのはすごくもったいなくって、人生の中で、まあ、わりかし別に親御さんも反対したくて反対してるわけではないと思ってるんだけど、でもなんかいろんなの相談聞くと、まあ結構なんかえっていう方もいらっしゃるんですよ、親御さんでいらっしゃるんですけど、でもやっぱりこう議論して、で議論していく中で自分の思いが変わるかもしれないし、で親御さんからもしかしたらいいアドバイスをもらえるかもしれないので、例えば親じゃなくても先生でもそうですけど、ひとまずは行ってみる、といいかなと、で思いとか夢っていうのはひとまず口に出してみないと叶うことはないと思ってるんで、自分は、やっぱり、ね、言うのは怖いですけど言ってほしいなと思いますね。で多分親は応援すべきだと僕は勝手に、ね、まあ、これは僕の考えなんで、いやでもそうあってほしいですよね。親は応援すべきで、子供が本気で言ってるんやったら、それをまあ多少のリスクが高すぎて反対する側面もあってもいいけども、応援する側面をどっかに持ってほしいかなと思いますね。まあでも夢を言うなら、はい、先にある程度なんかその形 をやっておいてほしいなみたいな行動とか、なんか親ってでも大体それは反対するのはその未来が見えないからじゃないですか。でそれをなんか何もしてない状態で俺芸人になるんだみたいなって言ったら、多分やっぱ反対はされると思うんですよ。なんかそれはもう親やったらまあ応援したい気持ちもあるけど、まあやっぱ怖いっていうのあるんで、まあそりゃそうやな、だから本気でやるんやったらそのある程度のその算段みたいな説得力を持たせたいから、ある程度そこでもう頑張ってるんだよっていう、もう俺がこんなに頑張ってるんだよっていう武器を持って話してほしいなみたいな、中途半端になんかこう言われてもそれは説得力ないし、どうせお前すぐ諦めるやろって、ね、多分なるんで、ね、多分そういう人も結構いるんで、その口だけで、まあ、頑張らない人とか、そういうのはでも言われてしゃあないと思います。行動できることがあるなら行動しといてほしいですよね、まあ、先にできることがあれば。でもこうできないことだったら、例えばもうこんだけ先のことを考えてるよって、例えばここでこうしてこういう風になっていく、で3年後にはこうなってるからってちゃんとプランを見せて、でやっぱそれだけ説得するだけの熱量がないと、それは必要、熱量は絶対必要、そう、それは必須ですね。でも正直本気じゃないのはもう完全に見透かされて、いや本気か本気じゃないかは親には見透かされる、そう、それやっぱすごく大事で、本気だったらやっぱ言わなきゃいけないし、で自分の中でね、なんかこういう思いがあるとか言えば、で多分なぜ、まあ、就活じゃないけど、なぜそういう思いに至ったかとかの思いも結構そうです、ね、親に響くものがあれば変わるんじゃないかな。そう、響いたらね、応援してくれると思ってるんだけどな、保護者は。だから多分しつこく言い続けたら多分大丈夫になる。それはでもそれぐらい本気ってことだから、一回で一回は絶対反対される。それで俺多分そこで終わったらもう終わり。でそれぐらいのもんやってなると。それをもう何回もしつこく言い続けて、なんかやってたら多分ある程度は あの子本気よみたいな風になっていくんかなみたいなのはあるよね。つまり結論としてはぜひ言った方がいい。そうですね、一回言っとくみたいな、ぜひ言って相手の意見もある程度知った上でもう一回考えてもう一回思いぶつけるとか、そこのやっぱ、ね、恋愛と一緒ね結局。うん、え、俺つまり恋愛に帰着するっていうかね。あ、そういう手発見したの、そうそうそう、ちょっと教えてほしい。例えば一旦教えていく、ちょっと頼むわ。なんで親、なんで思いを伝えるのかって言ったら、認め、ちょっとそれを受け入れてほしいから。お、でも受け入れてほしいかな。うん、でなんで断れるんか、思いが伝え足りないから。なんで思いが伝え足りへんのかって言ったら、あのデート回数が少ないから。ほう、それデート回数を重ねるオッケーもらう、価値観、恋愛を出す。でも恋愛って言葉は人間が考えた言葉やから、結局ビッグバンって言うけど。僕は
社会人としての基盤を形成する上で重要なことをしてると思ってて、うん、社会人で生きるためにはまず様々に必要なことがあるんやけど、その基礎作りとしてあの5教科があると思ってて、うん、国数理社 A、 まあ他の何音楽家庭科とかもまあ含めて全部なんですけど、まああれはいわばスポーツ選手でいう筋トレのようなものだと思ってて、当然やってる時はしんどいんですけど、それをしなければスポーツ選手にはなれない、うん、だから社会人にとっての筋トレぐらいの位置づけで僕は考えてまして、うん、だからこそあのそれをしないと言うたら社会人としてのある程度の基本を持って社会人になれない、うん、だから基礎体力もないのに陸上をやる、野球をやるって言ってるのとまあ似たようなことだと僕は思ってまして、うん、だから子供時代にある程度の基礎をつけるっていうのは非常に重要なこと、うん、であるし、あの勉強を通じて努力をすることでの大切さとかも非常に学べると思うんで、うん、まあ、僕はそういう位置づけでこれまで勉強してきました、はい、うん、でそれは一生続くもの、そうですね、はい、一生続くもの、何年スポーツ選手やってる人でもずっと筋トレやり続けるのは衰えちゃう、うん、衰えちゃうし次に行かないといけないっていう思いがあるから、うん、それをやめた時に引退っていう風になると思うんで、僕らはやめちゃいけないんですよ、ね、勉強を、うん、そういう意味でやる意味があると思います、うん、僕はやってない勉強いやでもまあいろんな人の動画見てどうやったら面白くなるかとか、これもまた勉強や、そうですね、これもまた勉強やから全然やってると思うよ、うんうん、勉強はまあすごい講義の意味やから、広い意味持ってるから、ね、そう何事もね、何かを学ぶことが勉強やね、他を見て自分のものにするっていうのも勉強ですし、うんうん、それは非常に重要なことだと思うんで、まず、うん、中学生高校生は、うん、最低限知らなあかんことかと、うん、特に理系の子とかは理系学部来るんやったら、うん、数学とか理科はある程度基礎知識がないとやっていけないし、そうだね、うん、っていう意味も込められてあの科目が与えられていると、うん、僕は思ってます、うん、はい、まあ、本当二人が言ってくれたようにもう人生ずっともう勉強ですよね、何歳になっちゃうかって間違いないですね、そう、ほんまにここ年の差めっちゃあるんですけど、うん、いやそんなもん、逆にハイツさん若いですよ、いや本当に一番のレンガーさんが年上で、いやほんまに僕見た目40で2児のパパなんで見た目だけ気持ちは2児のパパ、気持ちは2児のパパなんで今ちょっと妊娠しちゃしがち、僕が妊娠してる、自分が妊娠してるって最近、はい、もう30超えても勉強っすもん、ほんと毎日毎日、いやそうだと思います、本当にいろんなこと学んで、さっきおっしゃったように別に紙に何か書いて勉強するのが全てじゃなくって、でも動画見て勉強するのもそうですし、自分だったら例えば喋り方、こういう喋り方っていうのを分かりやすい人の聞いてこのトーンで喋れば分かりやすいんだって勉強するのもやっぱり一つの勉強だと思ってるんですよね、うん、でそういう勉強意欲っていうのはやっぱり若い時というか中高、小中高の時に将来役立たないんですよ、別にコサイン、サイン、タンジェントを知ってようが、うん、別に使わない、俺これでやってるだけこんなんしてもう本当に何も使わないですよ、うん、そうだけどそこで頑張って、だから使わないって分かってるけど、でもそこで頑張ることがやっぱり将来すごく役に立つというか、その頑張る姿勢が、姿勢、うん、姿勢だと思ってるんで、そこに本気になれなかったらもういつ本気になれねんっていうとか、うん、そう、多分自分の可能性を結構締めちゃうことになる、うん、なると思うんですよ、そこで頑張れないと、そうだと思います、結局その逃げちゃうんでね、その逃げ癖がつくと思うんですよね、そこで、なんか職業みんなも例えば夢持った時にこう夢のいいところだけ、この職業の楽しいところだけを見たりするんだけど、実際はすごい辛いところがたくさんあって、その全部の職業に、うん、なんか撮影しといてもね、やっぱりみんなは編集すごいたくさん時間かけてやったりとか、いろんなことに悩んでやっていくんだけど、その悩んでるけど頑張んなきゃいけない時っていうのはやっぱりこうしたくない勉強を頑張っていくとやっぱり感覚的には似てて、うん、そういう辛いところを乗り越えて輝く瞬間がたくさんあるわけだから、こう勉強なくてしなくていいじゃんって思うよりは将来必ず役に立つっていうのを信じて勉強を頑張ってほしいなと思います、うん、はい、虹の下はいつも雨、松任谷由実、卒業写真、松任谷由実かっこ当時荒井由実詳しい当時荒井由実、結構前なんで、結構前で、旧姓荒井なんで、旧姓荒井なんで、旧姓荒井なんで
これ本当に40代説ありますよね。